ます。会長から一言。あ、どうもおはようございます。今年の新選大会は当初8月の予定だったんですけど、まあ、ご存じのように8月すごい猛暑 でちょっとチーム編成もなかなか難しかったので延期しますということで、で10月ぐらいを考えてたんですが、なかなかグラウンド調整しかなくて、先週あたりも本当にいいかなと思ったので、先週はフェスティバルがあったりとかいろんなことがあって気になりました。でなんか秋がなくていきなり冬になったような感じで、ちょっと寒い状況なんですけども、まあ今日だと午前中ぐらいはなんであったかくなんじゃないかなと。で昨日中総合グラウンド行ってみたら、やっぱり今日あたりもちゃんとやってる、ソフトボールやってる試合もなんかグラウンド回収とかもあるんで、まあ、そんなに遅くもないのかな。まして今アジア大会をやってますから、まだまだ最後の野球の日にじゃないかなと思ってます。今日もアジア大会決勝なんて今日で終わりですから、まあ、今日で一応まあいいのかなということで、で今日もなかなかメンバーも集まらなくて、で平野は一応今日9分6人ぐらいは出てないので、今日はお互いにメンバー優遇しながらやろうかなと。まあ、そういう面では親善大会なんで、ある意味の親善に一番近い形にもなるかもしれない。ぜひ精進して理解してもらって、協力しながらやっていただきたいと思います。でちょっと余談ありますけど、毎年地区対抗というのがありまして、私の地区の8地区から集まってやる大会があるんですけども、それの大会もなかなか今単独でこういろいろスケジュールがあったりして、組めない状況になっていたりすると、やっぱりこういうメンバーの中で、またウルズアのオールウルズアみたいな感じでやらなきゃいけない時もあろうかと思いますので、今日なんかはそういう面ではこう、親善のあれはいいあれなんじゃないかなと思います。そういうことなんで、やる前に少し体を動かしてもらってですね、まあ、時間はたっぷりあります。で、リーグ戦でやりますので、1チーム2回をやりますので、こんな感じでやりますので、ぜひご協力お願いします。どうも、ありがとうございました。で、1回戦は、中里さんと平野がやります。で、次。はい、今からね、中里さんと平野の、親善大会が行われます。2023の11月19日です。よろしくお願いします。今回ね、全試合撮影ということになります。大丈夫かな。
Thank you.